静岡屈指の濃厚スープのラーメンショップ気になりませんか？ラーメンショップ静岡1号店に行ってみましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人ブログもよろしくね。国道150号線バイパスを焼津方面から静岡方面へ向かい、トマトボール左折してコンコルド向かいあたりにあるラーメン店安倍川の比較的近く、 JR 東海道線安倍川駅から歩くと15分ほどになります。朝7時から営業しているので朝ラーメンが食べられます。ラーメン店だと三京が比較的近く、住宅街の中にある老舗中華料理店、外観は植物が多く、ちらっと見ただけでは中華料理店とは思わないでしょう。しかも周りは住宅ばかりで隠れ家的雰囲気になっています。ポストのようなものが2つもあったり、ハイアースの看板があったり、さとちゃんがいたり、不思議な雰囲気を醸し出しています。マニアにはたまらない店。こんな場所でこんな雰囲気ですが、お客が絶えることのない超人気店。ラーメンとお好み焼きが食べられる十和田も近いです。国道150号線を走っていて入ったことはないけど気になっていた人も多いのではないでしょうか。移転はしていますが、かなり昔からある老舗です。店名は店主の奥さんが東北出身だったため十和田にしたのだそう。昼の部開店と同時にお邪魔しましたが、結構お客さんが入ってきました。醤油ラーメンお好み焼きセットもメニューにありましたね。静岡市駿河区唯一の来来亭も近いです。この辺りは結構ラーメン激戦区なんですよね。来来亭は全国に店舗が200以上ある人気チェーン店。店舗の大半が駐車場付きのローサイド店舗。店舗の看板は黄色を基調とした配色でとても目立ちます。静岡県内にも10店舗以上ありますね。ラーメンをよく食べる人なら一度は行ったことがあるのではないでしょうか。本社が滋賀県にあるチェーン店ですが、京都風醤油味の鶏ガラスープということで、方向性としては京都北白川ラーメン怪力屋に似ていますね。ラーメンショップの名称は椿食堂管理により商標登録されています。本部はありますが、本部は一切ロイヤリティを取らず、本部から買う材料や丼などに多少の上乗せをしているだけなんですよね。さらに必ずしも本部から食材などを仕入れる必要もなく、他から仕入れてもいいようになっています。つまり本部に対してロイヤリティを払わずラーメンショップとして営業できてしまうということ、すごいシステムなのです。なので店舗によって味が違ったりします。これがまたマニア心をくすぐるんですよね。自分好みのラーメンショップを探すのが楽しいのです。静岡市駿河区東新田4丁目 10-17 店内カウンター席のみの細長い作り、水はセルフサービス。昼の部終了間際でしたが、空席は1席のみという超人気店。混雑時は呼び出しベル制度になっていて、その人気ぶりがわかります。こんなお店静岡県内のラーメンショップでは聞いたことないですよね。ネギ味噌チャーシュー麺とライス。まずはネギをスープに沈めるため軽く天地返しを行います。ネギはスープにつけると辛みが少なくなり食べやすくなります。味の濃さや油の量、麺の茹で具合を選べるので全部普通で注文しました。ラーメンショップといえばネギの入ったラーメンが一番人気。海苔が2枚あるということは、いつものように海苔をスープに浸し、ニンニクとラージャンを乗せネギと麺を巻いていただきます。これがたまらなく美味しい。一度体験したらまたやらずにはいられない食べ方。今回はさらにグレードアップして
ご飯に乗せちゃいます。ダブル炭水化物攻撃、背徳感がたまらない。トッピングはネギ、海苔、わかめ、小さく刻まれたチャーシュー、豚バラチャーシューなど。私もそんなにラーメンショップの経験は多くありませんが、今までの中では一番こってりしているスープに感じました。静岡1号店は椿のマークがある。椿食堂管理ではなく、川尻店と焼津三輪店と同じ系列になります。川尻系列というそう。確かにその2店はスープが濃いように感じました。背脂が大量に入っているせいもあるのか、甘みも感じます。濃厚な味噌味はしょっぱめで、味濃いめですね。ジャンクな味わいで中毒性があります。細ストレート麺はもちもちとした食感、弾力があります。乾水臭さも健在。途中で卓上調味料のニンニクや豆板醤を投入します。これもお店によって様々で、椿食堂管理から購入した容器ごとそのまま使うお店と、こちらのお店のように移し替えているところがありますね。チャーシューが豚バラ肉というのも川尻系列の特徴。静岡県内の他のラーメンショップは豚バラでないところが多いです。突然ですが、いただいたコメントを紹介していくのコーナー。このチャンネルのコミュニティにいただいたコメント。最近動画の撮影方法を変えましたが、どう変えたのでしょうという問いに対し、まず食べてるところを先に撮影し、食べ終わったら追加で同じものを頼んで食べる前の撮影をしているということで、毎回同じものを2食分頼んでお店に貢献している。いやいや、そんな面白いことをしている人がいたらすごいですよ。発想が素晴らしいです。今まで食べる前の動画はスマホのアウトカメラで撮り、食べてる最中の動画はインカメラで撮っていました。こうするとどう映っているか確認しながら撮れます。しかしアウトカメラの方が写真でも動画でも綺麗に撮れますよね。ということで、何本かの動画で食べてるシーンもアウトカメラで動画を撮ってみましたが、あまり差はわからなかったようです。アウトカメラで自撮りがどう映っているか確認する方法も苦労して見つけたんですけどね。灰原郡吉田町の吉田屋そば店にいただいたコメント。なんとついに吉田屋ですか。自宅からすぐ近くだし、特徴的な外観だったので行っては見たかったのですが、どうも敷居が高かったのです。店内の様子が分かって嬉しいです。駐車場の場所も初めて分かりました。いつも冒頭で言っている気になっていたけれど入ったことがないというのにぴったり当てはまりますね。お役に立てたようで何よりです。初めての人は入りづらいお店ですからね。豚バラチャーシューをご飯の上に乗せてセルフチャーシュー丼にしていただきました。丼の底に沈んでいたネギもレンゲで救出してご飯に乗せていただきました。静岡県内のラーメンショップの中でも屈指の人気を誇るお店なのです。気になった人はぜひ行ってみてください。静岡市駿河区のラーメンショップ静岡1号店。この通り沿いには個人店や大手チェーンのラーメン店がいくつかあるラーメン激戦区。ラーメンショップ川尻店と三輪店、静岡1号店の3店は川尻系列と呼ばれていて経営が同じです。今回訪れた1号店は混雑時は呼び出しベル制度になっていて、その人気ぶりがわかります。こんなお店静岡県内のラーメンショップでは聞いたことないですよね。昼の部終了間際でしたが、空席は1席のみという超人気店。ネギ味噌チャーシュー麺とライス、油や背脂が多く、味噌味も濃厚でこってりしたスープ。静岡県内のラーショの中ではかなり濃厚な方だと思います。川尻系列はチャーシューが豚バラ肉なのも特徴的。海苔をスープに浸し、ネギと麺を巻いていただきました。
ライスと一緒に食べるとうまさ倍増。この濃厚スープを求め朝からお客が絶えない人気店です。